食べても痩せるアイスがあります。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。ダイエット中だからアイスは我慢してるなんてことないですか？痩せたいでも食べたい、その気持ちよくわかります。そこで今回の動画では食べても痩せるダイエットにおすすめのアイスをランキング形式で5つとアイスに入れると痩せる魔法の粉を使った簡単レシピをご紹介します。本題に入る前に今後もこのような情報を見逃さないためにチャンネル登録をよろしくお願いします。では早速食べても痩せるアイストップ5、第5位は明治のディアミルクです。明治のディアミルクはダイエット時に不足しがちな栄養補給にぴったりです。なぜかというと実はこのアイス原材料が乳製品だけで作られているため良質なタンパク質とカルシウムがたっぷり取れるので筋肉量を維持しながら脂肪を燃やします。タンパク質は筋肉の維持に必要不可欠ですし、カルシウムが脂肪の分解を助けてくれるので代謝がアップするというわけです。例えばダイエットのためにジムに通って運動しても1キロも痩せないからやめてしまったなんて経験ないですか？痩せるために必要な栄養が摂取できていない体で運動しても痩せません。ダイエット中はしっかり栄養が摂取できるおやつを上手に取り入れてストレスなく取り組んでいくことが大事です。そこでおすすめなのが生姜パウダーです。良質なタンパク質とカルシウムを含む明治のディアミルクアイスに生姜パウダーをトッピングして食べるとさらに代謝がアップします。生姜の血行促進や体温を上げる効果で細胞の隅々まで栄養が行き渡り脂肪を燃やす力もアップします。私は生姜パウダーを3回くらい振りかけて食べています。このように少量加えるだけで生姜のスパイシーな風味がアクセントになって生姜ミルクを飲んでいるような感じになって美味しいんです。このように生姜パウダーを明治のディアミルクアイスにトッピングして食べることで代謝を上げて脂肪をガンガン燃やしていきましょう。では次に食べても痩せるアイストップ5、第4位はハーゲンダッツのストロベリーです。ハーゲンダッツのストロベリーアイスはダイエットに欠かせないビタミン C と食物繊維が一度に摂取できるヘルシーなアイスです。なぜかというとハーゲンダッツのストロベリーアイスは高品質な天然素材を使っているからです。例えば中まで真っ赤な特別な品種のイチゴで熟度やサイズがハーゲンダッツ独自の基準に達しているかを確認しながら手摘み作業を行って作り出した味と言われています。このこだわりのイチゴのビタミン C が代謝を促進して脂肪を燃やし食物繊維が血糖値の急上昇を防いで満腹感を持続させるというわけです。こんな話聞くと今すぐ食べたくなりませんか？ただちょっと待ってください。ハーゲンダッツのストロベリーアイスを食べるときはシナモンパウダーをトッピングしてください。なぜかというとハーゲンダッツのストロベリーアイスは材料は上質ですがその分カロリーや脂質が高めです。そこでシナモンパウダーの出番です。シナモンは血糖値を安定させて脂肪の蓄積を防ぐ効果があります。またシナモンは抗酸化作用もあるのでイチゴのビタミン C との相乗効果で美容効果もアップします。私はシナモンパウダーを5回くらい振りかけて食べています。シナモンは体を温める効果もあるのでアイスとセットにすると冷え対策にもなるのでいいですよね。このようにシナモンパウダーをハーゲンダッツのストロベリーアイスでトッピングして食べることで血糖値を安定させて脂肪の蓄積を抑えながら美容効果もアップしていきましょう。
ここまで大丈夫ですか？では次に食べても痩せるアイスコップ5、第3位はシャトレーゼのプレミアム京都宇治抹茶です。シャトレーゼのプレミアム京都宇治抹茶アイスは脂肪燃焼効果が高いアイスです。なぜかというと、抹茶のカテキンが代謝を促進し脂肪燃焼をサポートするからです。ある研究によると、カテキンを摂取するとエネルギー消費を増加させて体脂肪を減少させる効果があることが分かっています。また抗酸化作用により体内の老廃物を排出する効果もあります。これで脂肪をガンガン燃やして体の中の大掃除ができるというわけです。宇治抹茶の中でも京都府産に限定した上質の天茶だけを厳選して作られているので、適度な渋みがあるんですね。なので食べるときはぜひきな粉をトッピングしてください。きな粉をトッピングすることで抹茶の渋みも抑えられて、きな粉の香ばしさが抹茶アイスに合うので美味しさが倍増します。ただこんなに美味しいとね、ついつい気がつけばもう一個食べていたなんてことないですか？そうならないためにきな粉をトッピングするんです。きな粉には植物性タンパク質と食物繊維が豊富です。すると満腹感を持続させる効果があるので、ダイエット効果も倍増します。きな粉で食べ過ぎ防止になるわけですね。なので私は大さじ1くらいしっかりきな粉をかけて満腹感を作るようにしています。このようにトッピングして食べることで脂肪を燃やしながら体内の老廃物をどんどん出して満腹感もアップさせていきましょう。では次に食べても痩せるアイストップ5、第2位はグリコ牧場絞りです。グリコ牧場絞りは筋肉量を維持しながら脂肪を燃やすアイスクリームです。なぜかというと、タンパク質が豊富なので筋肉量の維持と脂肪燃焼をサポートします。また低脂肪であるためカロリーコントロールがしやすいです。ネーミングからも想像しやすいかもしれませんが、絞って3日以内の国産の新鮮なミルクを使用している材料にこだわったアイスです。ちなみに卵も国産です。こんな安心安全なグリコ牧場絞りアイスには黒すりごまをトッピングするとさらにダイエット効果がアップします。なぜ黒すりごまがいいかというと、白すりごまに比べてアントシアニンが含まれているので抗酸化作用が強く、またミネラルも豊富なので代謝を促進します。特に普段から貧血で立ちくらみやめまい、生理中が辛いなんてことないですか？黒すりごまは鉄分も豊富なので、このような貧血の方には特におすすめです。私は黒すりごま大さじ1入れて食べるのが好きなんですけど、黒すりごまの量はあなたのお好みでいいですよ。このようにグリコ牧場絞りアイスに黒すりごまをトッピングして食べることで、カロリーをコントロールしながら体のサビを取って代謝をアップさせていきましょう。ここまで大丈夫ですか？では最後に食べても痩せるアイストップ5、第1位は井村屋あずきバーです。井村屋あずきバーは低カロリー低脂肪で脂肪の蓄積を抑えることができるアイスです。なぜかというと、あずきの豊富な食物繊維が血糖値の急上昇を防いで脂肪の蓄積を抑える効果があるのと、満腹感が持続するので食べ過ぎ防止にもなるんです。でここからなんですけど、井村屋あずきバーに抹茶をトッピングするとさらに脂肪燃焼効果がアップします。なぜ抹茶がいいかというと、抹茶にはカテキンが
含まれているので代謝を促進して脂肪をガンガン燃やしてくれるからです。私は抹茶が大好きなのでついついトッピングする回数が多くなってしまうんですけど、小皿に抹茶を小さじ1くらい入れておいて小豆バーに抹茶をつけながら一口一口味わって食べるのがお気に入りです。このように小豆バーに抹茶をトッピングして食べることで代謝をアップさせて脂肪をガンガン燃やしていきましょう。ここから一番大切なことをお伝えしますので最後までついてきてくださいね。食べても痩せるアイス5つは全て原材料が無添加です。ここが痩せるポイントです。逆にカロリーゼロのアイスは絶対食べないでください。なぜかというと添加物の人工甘味料がたっぷり入っているからです。するとあなたの味覚がおかしくなってますます甘いものがやめられない、止まらない、もうこうなると糖質中毒になる危険性があります。またアイスを食べると内臓が冷えて代謝が下がって太ります。なので食べ過ぎには気をつけましょう。ちなみに私はアイスを食べる時もよく咀嚼してリンゴ酢さ湯を飲みながら食べています。冷えた内臓を温めて血糖値の上昇も抑えることができるのでおすすめです。ぜひお試しください。そして今後リバウンドなしで人生最後のダイエットにしたいという方は私の公式 LINE がおすすめです。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプがわかるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。今回のまとめです。食べても痩せるアイストップ5は、第5位明治のディアミルクと生姜パウダー、第4位ハーゲンダッツのストロベリーとシナモン、第3位シャトレーゼのプレミアム京都宇治抹茶ときなこ、第2位グリコ牧場絞りと黒すりごま、第1位井村屋あずきバーと抹茶でした。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体制と生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックをよろしくお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたらいいねやコメントお願いします。また質問には私がお返事しますね。ぜひ繰り返しご覧いただきお役立てください。それでは今回も最後まで見てくださりありがとうございました。